ノグリキの紋章、ノグリキは、サハリン北部の東海岸に面した町、ロシア連邦サハリン州に属する。近年、石油、天然ガス開発の中心地として発展してきている。江戸時代の文書では、ヌイゴーと表記されている。ノグリキ市役所、ノグリキ駅、ノグリキは、サハリン北部のオホーツク海に面しており、遠い身側の河口に開けた町である。 ユジノサハリンスクから北へ、約 613km、北緯51.816667度、統計143.116667度に、一致している。人口は、約1万2000人。2014年、全ロシア国勢調査で1万127人。2020年では1万486人。人口が1万人を割り込む年もあったが、近年は、 増加傾向にある。のぐりき駅があり、コルサコフ、ユジノサハリンスクから北上する鉄道の終着点である。さらに、北方のオハに向けて、オハのぐりき狂気鉄道が伸びていたが廃止された。航空のぐりき空港が整備されており、オーロラ航空により、ユジノサハリンスクとハバロフスクに航空路が開かれている。バスオハエは、バスターミナルから530番バスでアクセスでき、 ポロナイスクへは531番バスで向かうことができる。古くから漁業、林業で栄えてきたが、近年は石油、天然ガス事業の中心地として発展してきた。ノグリキからオハにかけての地域は石油、天然ガスの宝庫で、町の南部のカタングリはサハリン最古の油田の一つであり、北には石油の町ネフチェゴルスクがあった。 サハリンにプロジェクトの拠点となっている。町には、二部非民族など少数民族700人余りが居住し、二部非民族の生活様式を紹介する博物館もある。ありがとうございます。